なんかない気が。35個余ってんだけど、やらかしじゃねこれ完全に。頭にルーンついてない。本当だ。例えばコノリーコマン、うん、コマンアウトキャスト部やりません？コノリじゃなくてもいいけどみんなで。何？コナンアウトキャスト。コナンアウトキャスト知ってます？わかんない。アークは恐竜をテイムしてペットにするじゃないですか。コナンアウトキャストは人間を奴隷にするんですよ。いや、いいですね。いや、これガチです。これガチです。本当に人間を引っ張ってきて、その気絶させて、縄で引っ張ってきて、強制労働させるっていう。何その人間版アークみたいな。いや、でも真面目に超おもろいです。これボスとかもいて、結構。神話に基づいてて、ボスが。マジでおもろいです、これ。絶対やべえ噂がついてる。コノリとこのコノリ周りに人間奴隷にしてるらしい。いや、ガチでこれおもろいんですよ。やばい、いやもう人間奴隷にフルゲーム嬉しそうにプレゼンしながらこれおもろいんですよって目かがえしてる。人間のね、そのね、人間によって個体値が違うんですよ、やっぱり。本当に。そう個体値が当たり前じゃないですか。そうだから、それを強い個体値を連れてきて働かして、で一緒に連れてって戦うこともできるんですよ。なんかポケモンじゃん、だってそれ。いやマジでおもろいですよ。でもこのアウトキャストはすごい、なんか すごいな。ポポ人間が、ゴリラが人間を支配できる。そうできます、できます。やってるんだけど。で、結構その武器の種類とかもあったりとか。人間の個体値見るの怖いゲームだな。で、しかも PVP と PVE が両方あるんで、一応 PVP サーバーとか行ったら全然戦争もできるし。なるほど。